池上線は台東線花東纵谷の高台に位置し、女流部にあるので綺麗な水を使っています。汚染は最も少ないです。池上の建新精米工場が1940年に創立されたのは1994年かな。草屯農協は有機米施策をはじめ品質が良くなったことを見て、私も3ヘクタールから試作し始め、もう26年が経ちました。池上における有機米の栽培面積は150ヘクタールまで達しました。2000年に GATT の影響を受け、WTO も間もなく来るはずと予想しました。農協に関する交渉をするときに、私たちの商品だけ国外に輸出して、国外の商品を輸入しないことはありえないから。当時みんなはすっごく慌てて、未来に不安を感じたから、2つ重要な決定を決めました。1つは産地証明です。池上の農民は研修を受けて合格したら証明書をもらえるのです。そして池上民の認証を参加できるわけです。3日間全18時間の研修を受け、最後の授業にテストを受けるのです。だから農民たちはものすごく勉強熱心で、80代のおじいさんも頑張っています。2つは有機米栽培した米の価格は品質で決めること。2003年から年に2回、全共米品質コンテストが開催されています。その目的は農民に品質を追求する方法を身につけさせることです。2004年第1回全国漁師住まいコンテストから、2020年まで池上のお米は14回受賞しました。池上は相当得意な存在です。全共と共に進歩していますから。コンテストの優勝者は毎回変わっています。2000年産地認証マークを提唱した時には、もし価格は産量で計算すると農民が最大産量を求めることをよく分かっていますので、品質で計算しなければならないです。それで高品質な生産モードを導入するわけです。例えば池上の農民チェメゴ、2019年の時に全国有機米チャンピオンとして日本のコンテストに参加し、5000個のサンプルのうち金賞2位を得ました。これにより品質の追求は難しくないことと分かりましたが、農民に高品質を追求する制度が必要です。お米を収穫するときに湿度が高く発酵しやすいです。収穫後2時間以内、乾燥機に入れなければなりません。もみからネプーロの露体は独立してで、乾燥機の中にあるもみに影響を与えない。停電や地震などの状況があれば自動停止しますので、精米工場の安全性は大幅に向上しました。もみ殻ネプロを使うと1キロのもみ殻で20円相当の燃油代を節約できます。燃焼されたもみ殻は農民に人気のある単価もみ殻になります。土壌にとって最高のものですので、単価もみ殻は全部売れるわけです。国民の米消費量は年々減少しているため、2008年に米の加工食品を作り始めました。例えば米ケーキ、米トースト、米味噌、米アイスクリーム。輸入は全て有機農産物を採用していますので、広い人気を得ています。早期の建新精米工場は政府備蓄米の乾燥土貯蔵を行うだけでした。2005年から経営方針を変えて、通り見会社とダーディーホテルを設立しました。その全ては建新精米工場の子会社です。台湾派財団法人とも連携して、古い国葬を池上倉庫芸術館に開設しました。芸術家の作品をそこで展示できます。池上通り見のビジョンは、農民と共に穀物の価値を高めるだけではなく、有機栽培の面積も拡大することです。そして最小なエネルギーで持続可能な農産品を作ることです。池上社は100年後でも変わらず、池上社の美を後世に受け継がせたいと思います。